おいじいさん、さっきから不思議に思っていたんだが、あのプライドが高い黒き羽の連中はいくら客相手だとはいえ、白き羽の俺たちに対してまで頭を下げて商売するのは変だとは思わねえか。わしらが強そうだと認められている何よりの証拠じゃよ。わしらは一般的に自分の力を高めてくれる可能性が高い商売に関しては非常に熱心であるため、相手が明らかに強者である場合や正体不明の客である場合に限っては、一応下手に出てとりあえず様子を伺うようにしておるのじゃ。何せ下手に強者に対して反抗するということは、すなわち死を意味するんじゃからな。じゃが彼らとてその相手が気に入らない客である場合には、普段からなるべく沈黙を守るよう努め、見えすいた社交辞令やお世辞は言わないように心がけておる。当然客の方もそんな店の対応には慣れているため、かえって言いたいことを言ってくれる店主の方が信用できるとして、常連になったりすることも珍しくはないんじゃよ。デブ、この町の前の漁師はお前が殺したんだよな。そして新しい領主によって町は変わっちまった。ああそうだ、結果的にはこの俺が町を変えるきっかけを作っちまったんだ。町がこんなになってしまって、弟のパルタはどうしてるのかな。とっても心配だな。町を変えるほどの権力を有しながら今なお力を欲する領主、なんと素晴らしく強欲なのでしょうね、お師匠様。うん、それほどのものならば例の鎧も手に入れていておかしくはない。大邪神の鎧。お前たち見かけない顔だな。この町に何の用だ。おい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 、お前たち自分の立場は分かってねえようだな。お前たちを倒すために雇われた警備兵にお前たち自身がなりに来たっていうのか。こっぱずかしい。もしかしてお前たちって大トンチキ野郎。何？お前たちがマモン様の言っていた教団のお尋ね者だってことはとっくに分かってたんだよ。おいおい、よく見ると俺らの村の面汚し臆病者のピリポまで混じってるじゃねえか。なんだ、とうとう落ちぶれて白い羽の奴隷になっちまったか。まあいい、それなら好都合だ。この町の名領主マモン様にはたんまりと金をもらってるんでな、てめえらにはここで死んでもらうぜ。暴れるだけで金がもらえるなんていい商売だぜ。本気で言ってんのかお前ら。お前たちは金で自由を切り売りしてんだぞ。みんな変わってしまったんだ。お金って本当に命よりも大事なのかな。
おやおや、逃げちまったよ。